朝に嬉しいグレープフルーツビネガー&ミルクスプーン1杯のお酢、世界のキッチンから。冬場はね、この炭酸のないバージョンが出ますよね。クーテデロアが。おいしくておいしくて。久しぶりの新酒、やっと手に入れましたよ。いただきます。あ、ヤクルトみたいだよってツイッターでてるてるから伺ってはいたんですが、ヤクルトみたいってのはいい表現だね。多分今まで飲んだことあるものの中では一番近いでしょう。世界のキッチンから固有の毒々しさっていうのか、生っぽさっていうのか、ハーバールっぽさっていうのかな、そういうのが感じられますよ。あー、うまい。おいしいおいしい。うん、ごちそうさま。